おはようございますすの久保です、えー、人間関係に悩む人は自分を悩ませる人間関係を自分で選んでいるという風なね考え方があるようです、えー、そして人間によってすごく励まされたり高めていただけたりとかねモチベーションをいただいたり助けられた人っていうのはそういう人を選んでいるというね付き合い方の上手な人ということができるんじゃないかなと思いますよね、えー、Facebook など SNS を通じて思うこともそうなんですけども Facebook をパカッと開けてですね記事が並びますよね ネガティブな記事が並ぶということはそういう記事を発信している友達を自分で選んでいるということでもありますしもし、ね、Facebook によって豊かになったよとかすごく助かっているよという方がいるとしたら友達の選び方がすごく上手なんでしょうね、えー、YouTube にしてもそうですけども YouTube のチャンネルを選ぶセンスがいい人はとってもいい情報とかね、役に立つような情報で自分の脳を埋め尽くすことができるんですけども悩みの多い方ストレスの多い方っていうのは 悩みとかストレスってものを自分で選んでクリックしているというねそういういことでもあるんではないかなと思います。よくね情報商材を買わされて被害者になりましたって人がいますけども、もいわゆる情報商材とかって自分で選んで買ってますからね、誰もセールスに来ないわけですよ。 YouTube を見てその気になってセールスページが来て LINE に登録して LINE の中でさらにセールスを受けて買ってしまうという行動をねずっと自分で選んでしているということになりますのでこれがですね本当に被害者なのかどうかなと私は考えるんですけどもいかかがでしょうかねまあそうはっても発信者としての責任もありますので私はです LINE に誘導したりとかはしませんしそもそも LINE をねやっていませんし LINE グループでねなんかセールスをするなんてとってもセンスのいいこととは思えないですしまあどちらかというとこ YouTube で全部完結した方が作業も楽ですしね。 それからセールスするのってビジネスって結構効率が悪いんですよねビジネスをして自分を自由から遠ざけてしまうよりもビジネスなんてせずにですねこういう風な自由な情報発信をさせていただいてそして私の発信が好きだよとか。 気に入ってるよっていう方がね、そういう方とつながっていければ本当にいい関係が築けるんではないかなと思うんですよね。何かのね、一定の義務を負ったりとか責任を負ったりっていうのを,するのをお互いにね、やらなくてもいいんではないかなと思うんですよ。もうそういったものはね、職場だけで十分かと思いますんで、この YouTube でつながった皆様とはね、楽しく過ごしていこうかと思います。えそしてお互いに役に立つような、ね、情報交換ができるようにやっていくために、そっか塾の中では YouTube っていうのを作ってますね。YouTube のクラブみたいな感じなんですけども、YouTube で自分の情報発信をして、 それを受け取った人が返信をするみたいなことをメンバーの中で、ね、いろいろ繰り返すわけなんですよねそうするとね、YouTube をやるのが楽しくなるんですよだって楽しいメンバーしかいないですからね YouTube を見て不愉快になる人とはつながらない愉快になる人とつながっていくシンプルにこれだけでいいんではないでしょうかさ,さて、ね、後半は例のやつのお話になります8月の払い戻し日返礼、返礼金の入金日ですよね本来は8月の25日から末になるはずだったんですけどもこれがですね、9月にずれ込んでおります で9月の25日、明日ですよね、明日が入金日になりますけども、一部の方は明日も間に合わないんで、申し訳ないですけども、も9月の、ね、30日までお待ちいただく方も出ると思います、えー、9月の25日、だからもうあとちょっとですね、えー、遅い方でも30日ですから、まあと1週間ない感じですよね。 えー、場合によっては明日、明日入金される方も多いと思いますし30日になる方もいると思います、まあ、そういった形で、ね、8月の分はお待ちいただければと思います、そして9月に作業した分がありますよね、9月の1日から10日に作業していただいた返礼日なんですけども、こちらの方はですね10月の、えー、と27日が入金日になりますので、えー、ちょっとこれも遅れるよということです。 えー、返礼金の入金作業をしたその月の入金ではなくて翌月のということになりますですから10月の1日から31日10日ではなくて31日、1か月間の返礼金作業の余裕がありますそして10月の作業した分は11月の27日ということでおおむね,ね今までと1か月遅れで、えーまあ、受け取りということになります。えー、ここ、ね、変更がありましたんで えー、今後、お見知りおきいただきたいと思います10月からは全ての体制が変わり消費税も加わり、えー、いろんなことでね刷新されますのでそちらの方もまたーボーナスレターが来ましたら皆さんにお届けしようかと思います、えー、そして肝心なことなんですけども今までは1ポイントが1円で換算されましたけども状況によっては1ポイント1円じゃなくなることもあります、えー、ですのでね、えー、返礼金の損をすることはない,ないんですけども相変わらず高いね えー、利益を私たちに運んでくださるんですけども今までの利益率とは変わってくるよということおこれをねお見知りおきいただきたいかなと思います、まあ、正確には多分明日のボーナスレターでわかるんじゃないかなと思います明日届くかどうかは私も分かりませんけどね、えー、ただこういったボーナスレターの投函日というかね、えーまあ、あのお届けいただける日っていうのもこれから安定していって10月からは新しい例のやつというのがね再始動すると思います えー、ここで,です、ね、明暗が分かりますもうこの辺でいいやと思う方いやいやこういう時だからこそさらに一歩踏み込んでという方ねいろいろいると思いますけども皆さんはどうでしょうかそれでは本日は以上でございます